こんばんは。こんばんは。脚本家の清水でございます。20歳からですね、高校出まして大学には全く興味がなくて、区役所で働き出しまして、福祉事務所という今最も話題の生活保護を担当するケースワーカーというのをやった。生活保護だけじゃなくて身体障害者とか老人とか、あるいは、婦人相談とか母子家庭とか、あとアル中になっちゃったお父さんと向かい合ったりとか、結構今思うとハードなことをやってたなと思うんですけど、その頃僕はですね、一生社会福祉に身を捧げようと密かに決意してまして、そのつもりでいたんですけど、どういうわけか役所の方がですね、課税課という税金を課すところに働けというふうに言ってきてですね、区役所の職員課というところに乗り込んできまして、これ聞いたんだけど冗談じゃない、こんなもう俺は福祉関係やるんだから、で資格も研修とかいっぱい受けてるし、大体福祉関係ってみんなやりたがらないんですよね。自分からやりたいって言ってやりたいっていう人がそもそもいないところに、俺やりたいって言ってるのになんで働かせないんだって言って、もうわーわー職員課長相手に喧嘩してですね、それで僕はそんなのもやめるぞって言ったら、あじゃあもうぜひとか言って退職届出されちゃって、パッと後ろ見たらですね、ギャラリーがもういっぱいいたんですね。お清水頑張れとか言ってる人がいて、もうこっちも引っ込みがつかなくて、じゃあこれやめてやるよとか言って帰っちゃってですね、もう30歳ですからまだね若いんですね。で帰っちゃって、ああ出しちゃったよとか言いながら、うち帰ってからどうしようかなと思ってですね、あこれは大変なことになったなと思ったんですけど、もう出しちゃったもんしゃあないなと思って、そこでもう腹くくって退職しちゃいました。僕はずっと10年間人のお世話をずっとしてきたんですね。精神的にはいろんなものを得たり与えたりしてるんだけど、形に残んなかったんです、一個も。10年間例えばビルを一軒建てた人がいたら、これ俺が作ったんだとか、こういうものをこれをうちの会社で作ったんだよとか、なんかあるじゃないですか。で僕の仕事って10年経って何もなかったんです。だからぜひ、これからの人生はせっかく辞めちゃったんで、なんか形にの残るもないかなと思って、たまたまシナリオセンターに行っている友達がいまして、その友達が、うちにお酒飲みに来て、お前もう失業してやることないんだったらシナリオライターでもなったらみたいなこと言われて、そんな簡単になれるのって、なんかね結構なれるらしいよとか言うんで、そうかじゃあそれやるかって言って、とこでどういうことやるのって言って、そこで初めてそのこういうことやるんだよって聞いて、ちょっと向いてるかもなっていうか、やってみてもいいかなぐらいな感じでこのシナリオセンターに来て、8週間の講座で1日目に書いたら、次の週に行ったらもう赤い丸がこう花の丸がパラパラパラと書いてあって、もう素晴らしいですなんて書いてあったんですよ、後藤先生も。もうすごい、俺は才能あんじゃないかと思って、それでシナリオライターになろうと思った。ゼミでいろんな人たちと出会ったんですよ。で正直言いますと、ほとんど書いてくる人っていなかったんです。みんな人の書いた作品を、あれこれ言う人ばっかりでて、僕はその言われる代表だったんですよね。で人の作品というか、アマチュア その習ってる人の作品だけじゃなくてですね、プロのもう山田太一もそろそろ終わったなみたいな話が普通に出てくるんですよ。で僕はその恐ろしいことに脚本家の名前は一人も知らなかったんですね。ですから、いや言われても人の作品わからないし、ほとんど見てないんで、ただ自分はこういうのが面白いと思うんですよねっていうのだけをこうひたすら書き続けてたんですね。キーワードは早くお金にしたい、早くプロになりたい、その一点一心だったんですね。区役所を辞めて失業保険がなかったんで、簡単にお金がなかったんです。もう生活費が本当にカスカスで借金生活だったんですね。でとにかく早くお金を作んなきゃいけない、早く生活できるようにならなきゃいけない、それには一番手っ取り早いのはシナリオライターだと思っちゃった、この浅はかさというかですね、恐ろしいほどの浅はかさだったんだけど、シナリオライターが一番いいだろうと思っちゃったんですね。稼ぐんだというその目的だけなんです。それはとても僕はそのこういう世界で生きていこうと思うんであれば、とても大事なことだと思ってるんですね。